皆さんこんにちは、料理家再現レシピ研究家ドンキマニアシャトレーゼマニアの稲垣飛鳥です。さて6月になりました。早いですね。もう今年も、後半戦ということで、今日の動画はシャトレーゼ動画です。シャトレーゼには糖質カットの商品がたくさんあるんですが、この糖質カットの商品っていうのがもうほぼほぼ全部冷凍商品なんですね。でも年に一度この6月から7月にかけての間だけ冷蔵で販売される、糖質カットのケーキが発売になるんです。きっとね、これまだみんなに知られてないと思うんですよ。ですっごく美味しくって、なんと今年で3年目なんですね。でこれを本当に皆さんにたくさん知っていただきたいなという今日は動画でございます。もう今でこそ世の中で糖質カット商品というのがたくさん出てる中、シャトレーゼはかなり前から糖質カット商品を発売していました。で今ホームページに載っている商品だと全部で20種類の糖質カット商品があります。シャトレーゼの糖質カット商品のすごいことはもう今まで動画で何度も言ってるんですけど、とにかく糖質カット率がすごいんです。もう本当そんなにカットしたら何が残るの？って感じですよね。でもしっかりしっかりというか普通に美味しいんですよ。言わなかったら糖質カットって分からへんのちゃうかなっていう商品が結構あるんですね。で今日ご紹介する、商品は全部ケーキで冷蔵で販売されてるケーキです。なので皆さんぜひとも気をつけていただきたいのが糖質カットの冷凍庫のもうコーナーがあるんですけど、そこじゃなくて普通にケーキのショーケースの中にありますので、そこを見逃さないでください。というわけで早速ケーキの方を試食していきたいと思います。はい、というわけで今回ご紹介するまず2つの、冷蔵コーナーにあるケーキです。両方とも、6月3日から期間限定で販売をされた糖質を考えたケーキシリーズで、ここにね糖質を考えましたって書いてる、これが目印となります。はい、まずねこちらが、糖質を考えたティラミスモンブランです。でこちらが糖質を考えたベリーとレアチーズのカップ。こちらのねモンブランはもう3年目の発売なので、私も食べるのが、3回以上、毎年必ず1回以上は食べてるんですけど、こちらのレアチーズのこのカップデザートが完全に初めてです。毎回ねこの形のデザートは出るんですけど、確か去年はココナッツ、なんかね色味がこう似た感じのケーキだったんですね。なので今回はこう黒っぽいケーキと赤っぽいケーキで2種類すごい違いがあっていいなと思ってます。ではでは一つずつレポしていきたいと思います。じゃあまずはこちらの糖質を考えたティラミスモンブランの方からご紹介したいと思います。お値段が税込み、388円、1つあたりのカロリーが、223キロカロリー、で糖質がなんとこれ1つで 6.3g、 ケーキにしてはめちゃくちゃ低いです。多分ケーキ1個って糖質って50もいかへんか、40代っていう感じかな、そういうイメージですね。これ何パーセントカットっていうのは書いてなかったかな。そうですね、書いてはなかったですね。で、このケーキなんですけど、低糖質のマスカルポーネと低糖質のコーヒーゼリーを使っているそうです。もうねこれもう知ってるんですよ、めっちゃ美味しいっていうのが、もう大好きやから。待ってました1年間これほんとねずっと売ってほしい。じゃあちょっとまず匂いをチェックです。ココアのいい香りがします。いきます、いきます、いきますね。柔らかい、あめちゃくちゃ柔らかい、ふわふわですよ。うわ美味しそう、ほんま1年ぶり。おいしょ。ちょっとね皆さんに見せたいと思うので、こんな感じです。これはスポンジがありますね、ここに。であとこれでもゼリーってこれなんかな、ちょっとでもこれはコーヒーが浸ったスポンジのような気もするんですけど、でも自分で今目で確認する感じやったら1234
4種類ぐらいのクリームが入っている感じです。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。あのね、コーヒーのほろ苦さがすっごいほろ苦いんですよ。でもすっごいほろ苦いけど、ほろ苦い部分の量がめちゃめちゃ適量で、この周りのふんわりとしたマスカルポーネクリームがふわっとこう、その苦さを包み込む感じ、おいしい。うん、これね、小麦粉の代わりに大豆粉を使ってるんです。まあ私はそれを知ってるから、言われてみればそのスポンジの部分がちょっとその大豆粉かな、いや、その見てよ、きっとその説明を読んでなかったらわからない感じですよ。強いて言うならば、あ、なるほどってわかる感じのスポンジなんですけど、スポンジの量がね、もうめちゃくちゃ少ないんですよ。え、めっちゃ美味しい。いやー、1年ぶりに食べたけどめちゃくちゃ美味しい。うん、いや、ほんとこれはね、めちゃくちゃ美味しい。あの、私ティラミスもモンブランも大好きなので、2つが合体したもう最高のケーキです。これはね、もうほんと1年中販売してもらいたいケーキ、糖質を考えたケーキ、ティラミスモンブランでした。はい、続いてご紹介するのがこちら、もう完全に今年発売された新商品、糖質を考えた、ベリーとレアチーズのカップ。こちらもティラミスモンブランと同じく税込み388円、1個あたりのカロリーが、245キロカロリー、糖質はなんとこちらも 10g 以下の 9.3g です。すごいですよね。これはレアチーズクリームと、これ下の部分がレアチーズクリームですね。で、スポンジがあって、ベリーのムースです。きっとこのスポンジがまた大豆粉とか食物繊維を使った商品で作られているのではないでしょうか。ではでは食べていきたいと思います。はい、まずね、層が1、2、3、4ですね。これがレアチーズムース、で、スポンジ、ベリーのムース、で、このベリーソースにホイップクリームかな。じゃあ、ここ全部のところが行くように、この角をぐさっと行くのがいいかな。おいしょ。あー、すくえてないかな、もしや。おいしょ。あ、でも全部出た。レアチーズムースが相当柔らかいので、結構あのすくってくるのが大変な感じでした。うん、でもね、そこまでググッといったら今全部のケーキがスプーンに乗ってる感じです。ちょっと香りチェックです。あ、ベリーの香りがすごい強いです。ではでは、いただきます。うん、めちゃくちゃ柔らかい。あのね、もうない、口の中すごい。これちょっとびっくり、想像してたのと全然違う。ちょっと結構これしっかり固まってそうに見えるじゃないですか。口の中に入れた瞬間、この4層の中で実は一番硬いのが、いや硬くないですよ、一番しっかりしてるのがスポンジ。めちゃめちゃ柔らかい。いや、なんか去年のココナッツのカップデザートがすごい気に入ってたんで、ちょっと残念やったんですよ。けどこれはすごい、いや、食感が素晴らしいです。びっくり。私絶対モンブラン派だと思ったので、ちょっとこっち派かもしれへん。柔らかいのに驚き。そんな感じ、すっごい軽い。ちょっともう一回。もうないよ、もうない、もうないです。すっごい美味しい。この下のね、レアチーズ、これムース？クリーム？レアチーズクリーム、レアチーズクリームが、そっかそっか、レアチーズムースではなくレアチーズクリームなんですね、ここの部分がね。すごい、これ皆さんぜひ食べてください。めちゃくちゃ美味しくて、こんなに美味しくって、糖質考えられてるって
最高ですね。いや、シャトレーゼさん、これもぜひ定番商品常に販売してほしいです。糖質を考えたベリーとレアチーズのカップ、最高です。販売はね、7月中となっているので、皆さんお早めに買いに行ってください。ちょっと食べて、めっちゃ美味しいから。そこまで、いや、すくえてへんやろ。グッとグッとグッと、泡だね。やろやろ、うん、しかもなんか泡のようなって書いた方がいいよね、うん、すっごい、ね、はい、続いてご紹介するのはこちら、なんとね、箱入り のガトーショコラなんですね。糖質 82% カットのガトーショコラで、これ発売されたのが今年の、バレンタインの時に一度発売されたんですけど、その時にはホームページにも載ってなくて、私は山梨のマルシェでこちらを、ゲットしてきました。つい最近ホームページにも掲載されて、今はシャトレーゼ全店で販売されていると思います。で、私が買った時はね、これね、常温商品として売られてたんですけど、今ね、これ通販でも冷凍で販売されているので、もしかしたらお店によっては、常温で売られているお店とか、冷凍で売られているお店があるのかなと思います。ちなみに私が購入したお店では、お店の中で見つけることができなかったので、店員さんに聞いたら、奥の冷凍庫から持ってきてくださって冷凍のものを購入しました。でちなみにこれ、10度以下で、3時間ぐらい解凍します。で解凍した日から2、3日で食べきるように、の注意書きがあります。なので、ね、これね、私一度、今年のバレンタインの時に食べたことがある商品なんですけども、すごくね、紹介したかったんですね。この度シャトレーゼ全店で購入できるようになって本当に嬉しいです。ではでは、まずじゃあ箱を開けていきますね。こんな風に薄い紙が入っていて、これ美味しそう。6個ガトーショコラが入ってます。でこのガトーショコラが、糖質 82% カットということで、すごいですね。普通のガトーショコラに比べて 82% カット、 18% だけの糖質でできているというわけで、この1個あたり、まだちっちゃいんですけどね、1個はね、ほんとちっちゃい、こんな手の上に乗るぐらいのサイズなので、まあ、食後にぴったりのね、なんかこう高級レストランのデザートになんかこれが乗っとって、フルーツ乗っててクリーム乗ってるぐらいのサイズですかね。でこれがね、これ一つあたりの糖質が 2.5g、 すごいですね。で、カロリーは1個、180kcal ということで、カロリーは結構、まあ、ちっちゃめにしてしたら高いんですけど、糖質は低いです。でこれは、食物繊維とか、が使われてて、まあ、ガトーショコラといえばチョコレートですよね。チョコレートは砂糖不使用でクーベルチュールチョコレート、すごくいいチョコレートが使われています。ちょっとね、私も数ヶ月ぶりなんですけど、どんな匂いだったかな。あ、もうめちゃめちゃ濃いチョコレートの匂いがしてます。はい、じゃあちょっと試食していきたいと思います。うん、すごいチョコが詰まってる感じです。ではでは、いただきます。おお、結構しっとりしてる、水分をたっぷり含んでる感じ。よいしょ、まずちょっと半分に切って、あー、ほらほら、あ、これでこうやって、ではでは、すごくね、しっとりしています。だから多分、まあ、ガトーショコラって私も、まあ、何回も作ったことあるんですけど、もともとその小麦粉が少ないんで、そうですね、すごくこう水分が多い感じで、まあ、もう普通のガトーショコラっていう感じです。すっごいチョコのいい香りがします。いただきます。
普通に美味しいガトーショコラ。なんかちょっと洋酒の味がする。洋酒入ってるんかなこれ。洋酒が入ってますねここね。うん、すごいこう大人の味。前回初めて食べた時そんななんか洋酒って感じなかったんですけど、今日改めて食べるとすごい洋酒のいい味がして、大人っぽい、うん、そうですね、高級感あふれる。もうやっぱそう考えるとお値段これで1188円はまあシャトレーゼとしてはちょっと高いからちょっと躊躇してしまう価格ではあるんですけど、これ例えばね、食後とかにまあこれで糖質カットやけど生クリーム添えたらまたカロリーね、糖質アップしてしまうんですけど、本当に食後のデザートとして出すのにはぴったりのサイズ感、そして高級感あふれる味です。めちゃくちゃ美味しい。そしてすごいコーヒーが飲みたくなる。ブラックコーヒーがよく合う。ほんま前回に比べてすごい洋酒のこう芳醇さを感じますね。なんでやろ、同じもの食べてもその季節によって変わるかな。これね多分ね、冷やしてもね美味しいと思います。この洋酒の感じがすごいこうぶどうっぽい。だからあのレーズンとかドライフルーツの入ったあのブランデーケーキ、フルーツケーキかなっぽい、あの香りというか味はチョコなんですけど、そんな感じもしました。ぜひぜひね、今の季節はね、冷やして食べるのもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今日は糖質を考えたケーキ、2種類と、糖質 82% カットのガトーショコラをご紹介しましたが、どれもあの本当糖質カット商品で言われへんかったらわからないぐらいのクオリティ、そしてまあ本当にもう糖質カットのケーキとかどうこうじゃなくて普通にケーキとしてとっても美味しかったです。特に私はやっぱりあの今年発売されたベリーとレアチーズのカップ、あれがもうほんまに美味しくって、ちょっと今期まあ、多分販売期間が2ヶ月ぐらいしかないと思うんですけども、また食べたいなと思いました。まだまだね、あのシャトレーゼさんのこの年に1回の糖質を考えたケーキがこう今の時期に発売されるっていうことは皆さんあまり知らないと思うので、この動画をきっかけにたくさんの方に、知っていただけたらすごく嬉しいです。くれぐれも皆さん、今回発売されたケーキ2種類はケーキのショーケースのコーナーにあるので、そちらをチェックしてください。今日の動画が良かったよっていう方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。シャトレーゼ動画以外に再現レシピや、ドンキの情報などもアップしています。YouTube 以外にも、SNS をやってるので、ぜひそちらの方もフォローしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。